しい。ビール世界を作りたい。嬉しい。ウッディチャンネルです。イエーイ、はい、ウッディチャンネルでございます。今日、あ、その前にウッディチャンネルは脳梁欠損という先天性の脳の右と左をつなぐ脳梁というところが生まれつきね、ちょっと作り忘れた、持ってき忘れた、ウッディ君が自分の本音を炸裂させながら、ゲストの方をね、ご招待してやっていくチャンネルです。はい、で今日のゲストは、白澤鶴夫さんという、どうも、はい、すごい素敵な方です。自己紹介お願いできますか。はい、まず最初にウッディ君を知ったのはね、2年前だね、生きる第1回目の時に、同じ時間帯の中で私も出させていただいてね、おや、面白い子がいるなと、まあ、子なんて言っちゃ変ですけどね、面白い人がいるなと思って関心を持っておりました、うんうん、そうしたら、ね、今年もね、第2回目、ね、また出演されて、ね、この舞台の中でね、動きがね、なんか自信が持ってるのね。そしてもう堂々と素敵な役者だな、なんて私はもう思いました。うん、それで今日の見てください。素敵な衣装ですね。まさに最高。ね、やっぱり一つ一つね、あるいは何かを積み重ねていく中で、言葉には表せないと思うんですけれども、非常に進歩しているなと。いう感じはしますね、はい、そういうの感じで今日一緒にね出させていただいて、前々から楽しみにしておりました。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、白澤鶴夫さんという方で、ご出身が純粋な秋田生まれでございます。19歳までね、秋田に行って俳優を目指して上京しましたが、あっという間にこの世界の難しさ、食べていけないというのは分かって諦めて、でその数年後には小学校教諭と、先生になられたんですね。で33年ね、でその間に学生時代から、ボランティア活動というか児童文化研究会を作りましてね、保育園とか幼稚園や老人ホームと、ね、紙芝居と思って、仲間で上演会を開いて大変喜ばれて、教員になってからもね、時には老人ホームなんかへ行って、やっておりました。ということはテレビ文化なんですがね、紙芝居はほら、もう私が小学校の時代にテレビが全家庭に入りつつある時に、全国にいた6万人のプロの紙芝居屋さんの仕事がなくなったの。あの紙芝居屋さんって言ったミルクせんべいと水飴のなんかつけてみんなかじりながら見たあれですよね、昭和の時代で。お金ないのは後ろに行ってみろなんてね、そういう時代なんですが、後ろで見てました。なんていうか、でも今の時代になってみればね、この懐かしい昭和の物語もございますね。それは今でも老人ホームなんかではね、昔々あるところさっていう感じでやっております。この中でちょっとね、できなくてっていう感じで、ちょっと長くなりましたけれども、ね、長引いちゃってましたね、またお話の中でね、はい、質問は何かございますか。はい、ウッディ質問します、はい、鶴夫さんとお呼びしていいですかかな。はい、どうぞ。はい、鶴夫さんとお呼びしていいですかってことで、どうぞということです。鶴さんでもいいです。鶴さんだって鶴さん。そうですか。なんか教員を長くやってらっしゃったんですね。33人ですからね、小学生。いいです。
大変失礼なことを聞きて、うん、今御年どれぐらい？御年4月で、はい、めでたく72歳。72歳。ウディクのおじいちゃんになる人は何歳ぐらいですか？おじいちゃんはあの昭和一桁なんですね。すごく昔で、おばあちゃんに至っては大正の人。あ、じゃあ私の母親ぐらいになってしまいます。96ぐらいかな。そうですね、あのもう亡くなられ、もう亡くなってるんですけども、ね、この人のおばあちゃんが今生きてたら96か97ぐらいですかね。大正15年、うん、そう、あの元年、ね、昭和元年と大正15。あ、そうなんですね。私の母親がそれぐらいですか。まだまだ、まだご健在なんですね。まだもう秋田の施設でね。で今秋田にお住まいなんですか？秋田にお住まいです。お母様は秋田なんですか？あの秋田の施設で見てもらっております。秋田いいですね、うん、雪深、大変でしたね今回雪が。いや私は雪なかったから、ね、うん、あの人からね、うん、聞いてるぐらいで、家が潰れそうなんて家潰れちゃう。いや、あの秋田から、ね、あっちはね、うん、大変ですよね、はい、笑ってる死せつのおしもとをされてるとお聞きしたのですが、施設のお仕事をされてるとお聞きしたのですが、どのような仕事をされてるのですかね、いいのかな、うん、はい、どのような仕事をされてるのですか、はい、役者もやってますけどね。役者さんね、うん、はい、で施設の方は2つありまして、はい、1つはあのグループホームといって、はい、あのそこであの住んで、あの社会に飛び出て自立するということを、はい、あの支援援助する場所で、もう1つはあの養護学校に通っている子どもたち、うん、はい、放課後でいいです。そう、それもあの土日祭日もやってますから、はい、そういうとこへ行って、はい、じゃあ日中一時の子たちをいっぱいお預かりしてるんですね。一人一人ね、みんなの個性があるわけよね。同じ子なんて世の中いませんからね。で中にはあのウテクマウテクの良さ、うん、素晴らしい能力ありますけども、どの子もね素晴らしいんですよ。ですよね。言葉は話せない子もいるんです、うん、はい、だけど私がこの前あのドヤ顔してるでしょ、ドヤ顔してるでしょこの前ね久しぶりに顔出したら、うん、もう会えないかなと思ってる子だったらしいのね、はい、その子は言葉は言えないけどね、うん、私が言ったら走ってきて、うーってここにまとわりついてね、うーって言うから、そうかそうか、まだここはやめてないよって言ったら、うーってその喜びをうーうーうーで表す。そうなんですよね。でもね、うんうん、もう1年2年ぐらい行ってますから、はい、その子がその顔表情目で、はい、うー言葉はうーうーうーだけれども何を言いたいかね、こう伝わってくるのね。でそれに合わせて、いやー誰くん誰くんに会いたかったんだよ、わかる？って言ったら、まあそういう感じで、私はあの子供たちから元気もらってる、ね、とっても、そうですよねって言ってますね。もうじいちゃんだけどね、だんだんもうあのね、いろんなことをの過去に過去のことを思ってるけど、じいちゃんだったけど子供からいっぱい障害があるっていう子供からいっぱい元気をもらって明日に向かって生きております、はい、でまた来年、あ来年じゃない、今年だね、今年の生きる第3回目にはうてくん一緒に出ようね、ね、やろうね、うん、拍手拍手拍手、バッチリ生きるで頑張ろう、舞台に出ようね、よっしゃよっしゃ。で今うってくんがその時に、うん、みんなお話ししたいんですよねって、うん、そうそう、もうそにその気持ちで入って、はい、次で次々なに、うん、と言って言ってでも、うん、ツールさん、うん、会いたかった、見てないの、うん、と言っているのですよね、はい、
そう、うーと言っていても、鶴さん会いたかったと言っているんですよね、うん、って言ってます。それがね、心と心で聞こえちゃうの、私は。ね、鶴さんさすが人間ってね、人間ってのすごいなと思います。なんかある、なんかある、鶴さん素敵です。鶴さん素敵です。あ、いやー、なかなか人からね素敵って言われたこと人生の中であんまりないけどね、素敵って言われなくてもね、面白い人って言われてるんだよ。いや、私ね一つ聞きたかったの、はい、あのウッディ君のあの舞台上での動きの、はい、なんか去年とまたちょっと違う、こう軽やかっていうの、だいぶ頑張ったよね、頑張りました、この人。そう、なんかね、はい、こうちょっと違うなっていう感覚、ね、感じね、なんかこう動きがね、うん、いいのね、私から見たら変わりましたね、うん、相当頑張りましたね、頑張った、はい、うん、もうあの鏡見て練習したりとか、 あと自分でいろいろとやったりとか、うんうんうん、もう相当あのやったと、あと朗読も本当にあのこの人、うんうんうん、あのやっていくうちに行き詰まっちゃったので、うんうん、いろいろ見ていただいたら、うん、あのこういうことが起こるんですよ、うん、あの文字と、うん、文字と意味がリンクしてるだけども、うん、文字と音声のリンクが甘くて、うん、で音声と文字がリンクしていなかった、うん、あのだから脳が2つあるので、言語やとかいろいろあるじゃないですか、うん、その視覚やいろいろあると思うんですけど、そこのリンクで1つ甘いっていうか、それができてないところがあったらしくて、なので本を読んで意味わかるのに、うん、音聞いて意味わかるのに、うん、文字と音が一緒になってなかった、うん、だから読めないっていうことが分かったので、うん、いや読めないと音読音読ができなかった、あ、できなかったのね。それを今回のできないことに挑戦しようっていうコンセプトがあったじゃないですか、うんうんうん、あの時にできないことに挑戦しようって言って、ね、朗読をやろうってなって、うん、でもそういう状況ださ、さあどうしようって言ったら、よくあの療育でよく使うと思うんですけど、クモンのカードみたいな文字カードのでっかく、うんうん、あいうえおからあって、うん、あアリンコのアーみたいなのから、うんうん、あとはそれがあの2語分になって3語分になるぐらいまでのカードを毎日リンクさせて音声入れてやっていったら、うんうん、自分で書いた詩を読めるようになった。あ、そしたら自信持って動けるようになった、うん、あ、詩も書くのね。はい、あのセリフは全部自分で書いた詩なんですよ。素晴らしい、いやー、素晴らしい。あ、照れんな照れんな照れんな、うん、詩を、私はね、はい、私も詩を書きたいのね、はい、だけどね、そう簡単に ねできるもんじゃない。いやー、うん、なんかあのローマ字入力を覚えたんですよ、ね、パチャン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 って、うんうん、でもこうやって打てないので、うん、お母さん手を押さえてって言われてやると、うん、自分でこうやってパン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 ってやって作った詩なんですね、あれ。あ、そういうね。でそのだからもう22歳の俺ってなんか、俺みたいに私笑ってたんですけれども、その俺がまたいいんじゃない。最後の俺ってやったんですよね、うん、あれが初め僕って言いたかったらしいんですけど、いや俺だろうって言って俺って書き直してたんですね、このそこがいいね。そうそうだね、ね、分かった、なんか言いたいね、なんか言いたいね、ちょっと待ってね、俺だ俺世界で俺は俺しかいないからね、ね、はい、俺は俺しかいない、はい、はい、ストレス発散するケルメスね、うん、そう、何何ケルメスね、ギリシャ神話が好きなんだもんね。そう、ケルメスが好きなんだよ。トーコらしく行こうとしてて、ん、俺に変えました。男らしく行こうとして俺に変えました。それはいいよ、好きだよね、好きだよね、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 二重構造になってる、二重構造になってる、俺は男だ、男らしく行こうぜ、ね、男らしく行こうぜって感じでね、うん、で、はい、ウッディ君何かあの最後に何か、ちょっと一つだけ、はい、どうぞ。ウッディ君はあの好きな歌ある、童謡でも何でも、ちょっと一つ聞きたかったの、うん、好きな歌、好きな歌、あなた、分かった、フィルメ様の いっぱい歌、そうね、歌、あ、いっぱいあります、あるばる、いっぱいあります、あるばる、分かった分かった分かった、うん、でもね、みんなが知ってる曲がいいな、ヘルメス様の歌、はい、でもそれはなかなかあのギリシャまで行かないと分かんないから、そうしたら、
鶴さんだったら知ってる大好きな曲ってギルさんの、いい？あの歌、うん、ギルさんの赤トンボ、ちょっと赤トンボ、夕焼け小焼けが、この人このそれを歌い出すとジャイアンコンサートになります。夕焼け小焼けってやつか。そう、赤トンボ、一緒に歌ってみた。あ、好きなの、あれは知ってます。私が大好きなのはね、はい、好きなんだ、なんだっけ、僕らはみんな生きている、あ、僕らはみんな生きているってやつか。生きているから歌うんだ、僕らはみんな生きている、生きているから笑うんだ。あ、家では あのうちのソファーの上で立ち上がってマイク持った状態で聞き上がれ状態で歌ってるんですけど、今非常に照れてますよかったまだそこまではいけない。よかった、頑張れ。赤トンボ、私の大好きな赤トンボ、この赤トンボのね、詩を書いてよ、赤トンボね、うちのね、たまに布団に泊まってたよね、秋になるとね、布団干してると赤トンボが泊まってる。私の赤トンボの詩をね、はい、ちょっと書いたのあるから今度送ります、はい、ありがとうございます。鶴さんの赤トンボの大好きお兄さんが、大好きお兄さんバージョン好きなんだ。あ、そうなんだ。いや、もうこの人の神ですから、もう大好きお兄さん、よかったね。いや、でもそうですね、本当に。いや、なんかすごくいっぱいお話を聞きしてて、ね、あれなんですけれども、すごい今日はここから今日はここまでなのかな、ね、またいらしていただけますか、うんうん、ま、あ、じゃあちょっと、はい、はい、一言、はい、今日はなんかね、すごく朝から喜んでて、うん、わあ嬉しい嬉しいって言ったんですけども、ね、まあ、また聞いてください、また来てください、はい、楽しみ、楽しみにしてます、で楽しみにしてます。私も楽しみにしてます。今日は元気ありがとうね、ウテ君からたくさんの元気をいただきました。もう第3回生きる。もうバッチリ頑張ろうね。練習しよう。どうも。いや、どうもありがとうございました。ウテチャンネルでした。イエーイ、イエーイ。カメラ向こうだよ。イエーイ。